どうも、カラダ同時ラフ整骨院教師の代表、高野教師です。え前回に引き続き、足についての話ですね。前回は、足、どういうふうに大事なのか、ちゃんと軸足として立ってられるかどうかのまあ、設置面ですよね。だから大事だよって話をしました。まあえー、どういうふうに大事なのか、ちょっとお話ししていきたいなと思います。どういうふうにケアしていくか、とかね、そういうところのポイントですね。 まずは指が使えるかどうかです。まあ、これは手の指ですけれどもあの手の指で言うとグーってやるとこ,こ出てきますね。足の指でもこういうとこが出てくるぐらいが最高です。まあ当然僕も硬いのでちょっとあれですけどこのぐらいでこんなだらかに指が足の指もねそうなってしまうとやっぱ硬いなのかなと思います。でさらに指がグーパーグーパーできるかいわゆるえ足指じゃんけんでグーチョキキチョキ パーみたいなのができるかどうかっていうのはすごく大事になってきますね。あとはちゃんとしゃがむときに曲がってくれるかってことですね。それいも大事です。まあ、しゃがむときに股関節がパワーを出してくれて、えー、膝が中入らないっていうのがすごく大事なんですけれども、あのー、そういうところと連動してくれるかですね。あと扁平足じゃないかってことですね。で、そこのですね、ケアですね。私、実は最近ではヒメトレも使ってます。ヒメトレは 骨盤底筋のツールですけれどもこれ足裏にも使えるんですよね実は僕こんな感じで使ってますちょっといいですかいいしょよいしょはいこのヒメトリュですね置きましてで足乗っけちゃうんですこうやってで片足で立つような感じ乗っけてあげます ちょっと立ち続けるんですね。まっすぐ乗るです。でちょっと指もみもみしてもいいです。できる限りです。最初はほんと壁のどこに手を寄せて安定させながらでも十分です。でもこうやって真ん中を乗せ続ける。ポイントとしては足の指の真ん中は2本目人差し指なのでそこをちょっと意識するといいです。手の指は真ん中ですけどね足の指は人差し指なので。 そこを意識してやってくれればいいかなと思います。はい。よいしょ。これをですね、まあ、立っているときはこんな感じですね。置きます。乗ります。で、ちょっと立っておく。ま三、あ、十秒ぐらい立てたら最高ですね。 でもみもみ指輪もみもみしていくとここできるだけ立ち足に軸を取って上半身頭までしっかりと乗っておくっていうふうにやっておくはいこんな感じですねやってあげるともう結構嘘のように足裏がちゃんと踏めるような感覚が出てきますで片足で立ってみてくださいめちゃめちゃ立ちやすくなりますからよいしょというわけで キメトレ使ったらどううでですかという感じです、ね、まあ,あの正直手でやるのも大事で動きを出していくのもすごく大事なんですが基本的には技術が必要ですよね専門家が必要になります専門家が必要になるってことはやっぱりどこかに行かなきゃいけないまあ行ける時間があって費用もかけれるんだったらいいんですけどだったら先にツールを持って何かを持ってやれば再現性があります家でもできるので そこでやっていくでやり方がいまいちよく分かんなくなったりとか効果がうまく出せなくなったらじゃあまた専門家のところにだってやり方だけ聞くとでそういう指導を受けていけば一番費用もかからず時間も無駄にせずできるんじゃないかと思います。はい、なので、えー、やり方だとかあ正しいやり方の,そのポイントとかそういうところは指導できますので是非言っていただければいいかなと。 結構足大事なんですけどうまく使えてない方は結構いるので、えー、そのようにやってもらえたらいいかなと思います。ヒメトレ結構おすすめです。骨盤提起のツールなんですけどね。はい本来は。なんでぜひやってみてください。では以上になりますね、えー。質問やご意見などありましたらコメントに残してください。えー、この動画少しでも参考になったということであれば。は グッドボタンですね、高評価ボタンを押していただければ嬉しいですね。あとベルマークも入れていただけると新しい動画が入ってきますので、ぜひ押してください。はい。チャンネル登録も引き続きよろしくお願いします。それではまた。